こんばんは。この日は2017年の3月19日だったはずです。前回京都から先、正確には山科から先番外編ということで進めていましたが、番外編はこの総集編の中には加えないことにしております。まず大阪まで戻ってきたところで、きつねうどん、うちのチャンネルで毎度紹介しております塩屋に行ってですね、きつねうどんを食べ、でさらに新快速電車に乗り換えて最長往復切符のルートに復帰しなければいけません。新快速は JR 西日本の中で一番速いというわけではないんですが、タダで乗れる列車としては全国トップレベルで速い列車なんじゃないかと思います。あっという間に京都タワーが見えてきました。ただ京都はまだ最長往復切符のルートではありません。そこからもう少し先まで進んで山科から最長往復切符のルートに復帰することになっています。新快速電車を草津の駅で降ります。草津は東海道とそれから中山道の合流する地点とかいろいろあるんですけれども、この日はですね、もう夜も遅いので、さらにここから滋賀県内をうろうろしてもう一度大阪に戻ってくる、いわば最長往復切符のルート、すごろくの駒を進めるような、そんな日になりますけどね。翌日が、なかなか面白い日かと思います。草津線の津毛駅という列車、行き先が津毛というところ、私もそこまで行くんですが、なんかね、ちょっと部首が変わると拓色に見えますよね。あれで告げってなかなか読むの難しいんじゃないですか。電車の中にはお客さんは全然乗っていませんでした。これも終点の近くなったところ、高架の駅でしたね。忍者がいるところです。夜の真っ暗なところ電車はガタガタと進みます。なかなかこれでもね、頼もしいものですよ。到着したこの告げというところには忍者がたくさんいますが、ここから先ですね、しばらく移動すると伊賀上野というところがありまして、その伊賀上野が忍者の里に近いということで知られているのです。外国人もいっぱい来るんですね。駅の古い古戦橋に忍者、フォーク箱、ここが芭蕉の生まれたところですと書いてあります。やってきました、キハ120型。私が山陰地方でね、なかなかこれ乗ってると退屈だ、うわ辛いとか、そんなことばっかり言ってたようなところ、車両なんですけども、関西本線に乗ってみるとね、なかなか楽しいわけです。今着きました鴨の駅。鴨はここはもう多分京都府なのかな、それとも奈良県か、そのギリギリ際のところですけれど、さらに木津というところから片町線、でそして京橋と、いろいろ大阪周辺の電車を乗り継いで大阪の中心部へ向かいます。京橋から先は JR 大阪環状線に乗り換えです。大阪の中心を担う路線です。ここから先しばらく移動して弁天町というところまで行きました。その時の動画はあまり撮っていないのは、中村さんとお会いしていたからです。前回の終わりにも紹介させていただいた中村さんですが、ご自宅に泊めてくださり、食べ物なども出してくださったのでした。本当にありがとうございました。私はその時にできる限りのお礼をしましたが、現在でも中村さんにしていただいたことはお礼し尽くしていないですね。さてそこから先、翌朝の話ですけれど、なんか髪の毛がなんかおかしいことになってますね。中村さんに弁天町の駅まで送っていただきまして、そこから一旦少し戻ります。大阪環状線に乗って大阪駅までまたもう一度、移動してですね、そしてこの大阪から本日はちょっと行ってみたいところがありました。もう一度阪急電車に乗って少し移動し、庄内というところでおります。この庄内から歩いて、ぜひとも見に行きたかった、この時の話題の場所をですね、雨の中フードをかぶって進みたいと思いますけれど、これです。森友学園みずほの国記念小学院の、建設予定地というか、もうほぼ立ってるんですけども、その場所へ行きました。雨が降っちゃってね、大変でしたけど、いやーなんかあの時のニュースで見たの本当に あるんだと思ってね、見て面白かったですけどね。秩父鉄道の秩父駅にそっくりだとか、そんなこと言われてます。実際そうだったな。その後阪急電車で戻ってきて、梅田のこのビルの下のところね、いやーいつ来てもすごいなと思いながら、阪急の地下街のところを歩いたもんです。ここは一応地下街じゃなくて地上だったかな。そこから先はもう一度乗り換えまして、大阪環状線でさっき一度通り過ぎた弁天町の方面まで戻ります。本当はですね、最初の大阪駅を、大阪朝出発して弁天町の方まで行っていたのはもう全部完全なる今日の、午前中の余興というわけでして、本当はこちらが本日のメインのルートなのでした。法隆寺の駅で下車しています。法隆寺駅から少し歩いて進んだところに本当の法隆寺があります。有名ですよね。聖徳太子が作れというふうに言ったのかは分かりませんが、聖徳太子御達立って書いてあるな。そういう言い方があるんですね。知らなかったけれど、もうまさにですね、聞けばその名を知らぬ人はいない法隆寺。私も今行ったことはなかったので、これが初めての訪問ということになります。ところがですね、法隆寺はちょっと大変だったところとしては、入館料、拝観料が高かった。なんか1200円ぐらいして、学割とかも特になかったんで、うわ辛いなと思ったんですけど、やっぱ行きたいよなと思って行ったらですね、残念ながら工事しておりました。私伽藍配置の時、この時ね受験生だったから、法隆寺式の伽藍配置については覚えてたんですけども、もう今じゃ忘れちゃったな。
なんかここに金堂があって、ここに五重塔があって、ここに講堂がある、この仕組みが法隆寺の、配置の仕組みなんですよと、まあ、そういうふうな話あったんですけども、残念ながらもう、全く記憶にございません、現在で。ただやっぱり、あとはですね、法隆寺って言ったら、これですよね。法隆寺金堂釈迦三尊像。これウィキペディアのやつなんですけども、一度見てみたかったんですよ、これ。受験生の時とかね、やっぱ教科書とかにバンバン載ってましたから、うわ、本当にあったよと思ったんですが、写真撮影はダメということだったんで、ただウィキペディアに載ってるのはあったから、それを写すことにしました。しかし私、法隆寺で自撮り棒をくっつけてこんなに堂々と撮影してるんだな。すごいですね。今だったら全然できないですけどね。へぇ、YouTuber らしいことやった時もあったんだなと思います。まあ、当時はなんか逆にこういう撮影とかはね、ビクビクしてちゃいけないと思ってたんですけど、最近ではちょっと考えを変えて、周りの人の迷惑にならないように、自撮り棒とかの使用はなるべく控えようとかね、いろいろ考えるようになりました。立派な建物であることは間違いありません。なんか法隆寺の金堂かなんかに落書きがあるんですよね、ふざけて書いたって。それ探してみりゃよかったな。今度またなんか行く機会があったらね、見てみましょう。で、法隆寺の帰りにこの辺をブツブツ歩いてたらね、この年のちょっと前ぐらいに、私がまあとある、2ヶ月ぐらい前だったと思うんですが、スキーのツアーに参加したってことがあったんですよ。で、それで友達と一緒にね、新潟県までスキーしに行ったんですが、その時のツアーの添乗員をされていた方がね、私に話しかけて来られて、あ、スーツさんじゃないですかって言ってね、でそれで、あ、どうもどうも、なんでこんなところいるんですかって話にもなったんですけど、その方がね、後で奈良でなんかご馳走してあげますよ、そんなこと親切におっしゃってて、まあ今もたまに電話とかする仲なんですけども、いや本当にありがたい話ですよ。ただそれからまだ一回もお会いできてないのは本当に申し訳ないんですけどね、ぜひともね、お会いしたいと思ってるんですが、それでまたもう一度、じゃあちょっとまだ予定あるから、その後でまた奈良でお会いしましょうと言って、奈良駅で後ほど落ち合うという約束になりました。まず私はとりあえず奈良町の中心の方面まで進みます。後ろ観光案内所になっている立派な建物ありますが、あれが昔の奈良駅です。郵便局に行ったんだな。郵便局でね、なんかこれはなんかホテルでなんか忘れ物したかなんかだったんだと思うんですよ。で、それがどうでもいい100円のケーブルだったんですけど、ただ受け取らないわけにもホテルにも悪いなと思って、100円のものをね、800円払って受け取ったのでした。そして大変ありがたいことに、もう街中の商店街のところでですね、あ、ここいいんじゃないですかという風になって、こんな立派なものをご馳走いただいたんですよね。いや本当にありがたいことですよ。もうご馳走にはなったのにね、そういうお礼回りがちゃんとできてないの申し訳ないんですけど、なかなか忙しくてね、お会いする機会がないんですよね、お互いに。でもきちんとまたお会いしてお話したいなと心から思っております。そしてこの日の夜はね、これでまあちゃんと動画編集もできるという喜びに、震えながら、確かあれだったな、ゲストハウスね、立派な池があるんですけども、その池の目の前のところで、まあ、ちょっと宿泊をするということをして、まあ、女子大生とババ抜きたの七並べだのやったんですが、まあ、せっかく夜にね、奈良にいるんだから、夜のうちに奈良の街の見物でもするかということで、あちこちですね、出歩き、これは確か興福寺の五重塔だったかと思いますけどね、いや立派なものがあるぞと、どんどん奈良の街の奥の方まで進んでいくことにしました。まあ、奈良といえばね、うちのチャンネルではもう毎度おなじみ奈良公園の鹿ですけれど、夜なもんで鹿はいませんでしたね。まあ、いたんですよ、いたんだけどね、みんなこっちをね、大群で睨むだけ、あれほど恐ろしい鹿はいなかった。ちなみに興福寺はずっとね、一番大事な金堂のところをもう中に入れないし、外を見ることもできないということだったんですけど、まあ、残念ながら見られないということでしたが、8年も前から工事してるんですよね。薬師寺もなんかずっと昔からね、コーレル音楽の塔々を工事してるし、まあしょうがないよなとは思いますが、それからこれですね、この間久々に確か行ったのかな、行かなかったかな、奈良の国立博物館、トイレだけ借りたんじゃなかったかと思いますけど、中に仏像がたくさん飾ってあるそうです。でも外観がまず立派ですよね、この近代的な建物。逆に奈良に似つかわしくないこれがね、まあ、昔の時代を象徴して、それはそれで面白いんじゃないかなという気もしています。目を凝らすと南大門が見えます。これはあれですね、東大寺、大きさだけでもわかるんだから、まあ大したもんですよ。今東大寺の敷地の奥の方へ近づいてきて、そしてね、鹿があんなところに大量にいるぞ、やばい、鹿にあの角でぐす刺されたらもう死ぬだろうなみたいなことを考えながら、東大寺の敷地の奥の方まで進んできました。二月堂を見に行こうとしたのかな。中学生の時もね、東大寺には行きましたけども、二月堂っていうのは調べ学習をしただけで実際に見に行くことはなかったし、まあ、夜の暗い時間に奈良の山の上から街の明かりを見て夜景見物もいいだろうと思って進んできたわけですが、これがね、東大寺二月堂、夜の景色もなかなか良かったですね。実際の映像というか状態はもっと綺麗でしたよ。でお金もかからなかったしね、ただでこうやって見に来ることができて、いや本当に素晴らしい場所だった。他にも観光客の人がなんか一人ぐらいいましたね。一人だけ他の人がいるってのも、こんな夜の遅い時間でおっかないことでしたが、夜の10時ぐらいだったんじゃないかな。
なんか一人肝試しみたいなことになってますよね。周りに立ってるこれはお墓ではなく、いくらの寄付がありましたという、その寄付の金額を示すものだったかと思います。だから金31万何とかなんか書いてありましたね。立派な建物ですよ。本当はもうちょっと明るい様子で撮れたらよかったんだけどな。禁煙、仮眠中です。あ、そうなんだ。中の人たち結構眠るのが早かった、まあ、お坊さんたちがお休みなんだと思いますんで、邪魔にはならないように静かに見て回ることにしました。